ジョシュアランドール・スティンソンは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、シュリーブポート出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2006年、MLB ドラフト37巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、6月19日に契約した。同年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・メッツで9試合に登板し、1勝2敗、防御率2.00だった。8月に、A 級、 ヘーガーズタウンサンズへ昇格、3試合に登板した。2007年は A 級サバンナサンドナッツで26試合に登板し、3勝11敗、防御率4.86だった。2008年は A 級サバンナで21試合に登板し、3勝6敗、3セーブ、防御率3.52だった。8月に A 級セントルイスメッツへ昇格、7試合に登板した。 2009年は A 級サバンナで25試合に登板し、2勝2敗にセーブ、防御率3.61だった。7月に A 級セントルイスへ昇格、25試合に登板し、3勝1敗6セーブ、防御率1.98だった。2010年は A 級ビンガムトンメッツで32試合に登板し、9勝3敗、1セーブ、防御率4.24だった。 8月に、a a 級、バッファロー・バイソンズへ昇格し、4試合に登板した。オフの11月19日に40人枠入りを果たした。2011年3月3日にメッツと1年契約に合意。a a 級、ビンガムトン、a a 級バッファローでプレーし、9月1日にメジャー初昇格を果たした。9月2日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。 4点リードの8回裏から登板し、1.2回を投げに安打無失点に立つ三振だった。9月6日のフロリダ・マーリンズ戦では3点リードの延長12回裏から登板し、1回を投げ無安打無失点に抑え、初セーブを挙げた。この年は14試合に登板し、0勝2敗1セーブ、防御率6.92だった。2012年4月4日に、ウェーバーで、 ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。同年は A 級ハンツビルスターズで29試合に登板し、11勝9敗、1セーブ、防御率3.16だった。9月4日にメジャー昇格、6試合に登板し、防御率0.96だった。2013年3月29日にウェーバーでオークランドアスレチックスへ移籍したが、4月3日にディーフとなり、 4月4日に、ウェーバーで、ボルチモアオリオールズへ移籍した。4月24日に、メジャー昇格。同日のトロントブルージェイズ戦で5.2回を投げ、4本塁打を含む5アンダー失点1置支給と結果を残せず、その日のうちに、トリプル A 級のフォークタイズへ降格。7月10日に再昇格したが、登板のないまま7月11日に降格した。 8月17日に再昇格。2試合登板し、8月18日に再び降格。セプテンバーコールアップで登録枠が拡張された9月3日に再昇格した。この年は11試合に登板し、防御率3.18だった。2014年3月11日に、オリオールズと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後は7試合に登板し、 防御率7.15と結果を残せず、5月1日に40人枠を外れ、トリプル A 級ノーフォークへ降格した。2014年12月30日に、韓国プロ野球のキアタイガースと契約を結んだ。2015年11勝を記録するも同年限りで、キアを退団。ありがとうございます。